小学生でも登れた紅葉の大仙山、お池の親子登山をしてきました。大仙山は大分県久住町北東部にある山で、山頂は1786メートル、ピーク付近にあるお池の紅葉の絶景はインスタでもよく見かけますね。この、絶景の紅葉シーズンにですね、この大仙山親子登山にしてきました。楽しい親子登山にするポイントです。登山口は山の師匠からのおすすめの学力寺登山口から目指すことにします。この大仙山という山ですね、登山ルートが結構たくさんあります。ここでちょっと相談したのは、やっぱり子供に負担があまりかからないですね、時間が短いルートを知りたかったんです。そこで山の師匠のおすすめは、学力寺登山口ということでした。実はですね、最短ルートは池久保登山口から登れる登山バスをですね、予約するっていうのがあったんですけど、この登山バスが大変人気で予約が取れませんでした。楽しい親子登山にするポイントです。事前に天気のチェックしておきたいですね。山のお師匠からのおすすめで、天気と暮らすっていうサイトを使って、この目的地の山がですね、 A 判定の時に登るようにしています。楽しい親子登山にするポイントです。これ大事なのが事前のトイレ問題です。学力寺登山口にはトイレがありません。というわけで、事前に道の駅長井温泉でトイレを済ませて、学力寺登山口に目指すことにしました。学力寺登山口の駐車台数の目安をちょっとお伝えしておきます。上の方が約10台、下の方が約6台です。ただ登山時のピークですね、絶好のシーズンの間は朝7時でもいっぱいになってました。前の日は夜の8時に寝ました。それで翌朝なんと、3時半には出発です。早起きしたね。3時半です。早い、よく起きれましたね。眠くない。よし、じゃあ行こう。イエーイ、はい、レッツゴー。はい、脱落口登山口から出発です。今は7時です。今から頂上を目指します。レッツゴー。というわけで、事前にこの学力寺登山口から大仙山の山頂まで、登山の時間ですね、計算してみたんですけど、子供の足では約4時間。果たして登れるんでしょうか。今30分ぐらい歩きました。すすちわたての中を歩きました。あそこに山が見えます。あれに登るのでしょうか。では山頂に向けてレッツゴー。結構長い距離なんでですね、あまり無理せずゆっくり休憩しながら登りたいと思います。休憩したね。7時に出発して舗装された道を最初は進み、ススキの間を、1時間ほど進みますと、大仙山黒岳入り口に到着します。大仙山入り口に着きました。これから山道に入ります。ここから山道です。目指して頑張ります。はい、ここから本格的な山道ですね。途中こまめにね、休憩を取っていたら、うっかりサングラスを忘れるっていうアクシデントです。メガネストラップ買おうと思いました。やっと分岐です。今は8時35分です。今から上を目指します。まずは最初のですね、黒岳の分岐の方へと進み、さらに進みますと、池久保登山口からの合流地点の分岐にたどり着きます。池久保登山口は先ほど言いました予約制の登山バスがたどり着く最短ルートですね。いや、羨ましい。はい、はい、分岐点に着きました。今から次に行ったら大仙山があります。そうです。レッツゴー。はい、入山工業の前に到着です。他の登山者の方から帰りに寄ったらいいよと教えてもらいましたので、先に大仙山を目指すことにします。
海鮮山を見渡せる広場に到着です。時間は9時半でした。2時間半よく登りましたね。うん、だからその山に登ります。大仙山を目指してゴー。風景が綺麗ですね。ここからあと1時間半です。途中休憩しながらだったり、他の登山客の方からチョコレートなり飴なりもらったりしながらですね、山頂を目指します。はい、まあ、とにかく工程がですね、長いので、途中もうすぐだもうすぐだと励ましながら先を進みました。11時ようやく山頂到着です。よく頑張りました。はい。もう大勢の人たちでですね、渋滞でした。ただ景色はすごく綺麗ですね。絶景です。さすが九州でトップクラスの人気の山は違いますね。お池の景色も見れてすごく良かったです。近くでも見れてたんでですね、ラッキーでした。天気も良かったので、山頂付近で2時間ほどゆっくり休憩させてもらいました。下山します。下山しました。現在4時15分です。楽しかったです。帰りはもちろん温泉。帰りはですね、すぐ近くにある七里田温泉にお世話になりました。大仙山を眺めながらの露天風呂最高ですね。やっぱりこの七里田温泉おすすめなのがですね、地元の野菜なども販売されてたり、新米も売ってました。それと湧き水のですね、大仙山湧水っていう、なんとも縁起がいい湧き水、もちろん汲んで帰りました。湧き水最高。今回結構長いですね、9時間に及ぶ、登山だったんですけど、子供たちにもいい自信をつけれて楽しい親子登山でした。楽しかったね。今回の、紅葉の時期の大仙山の親子登山、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。